皆さんこんにちは、はるです。今日私はウブドエリアにある Airbnb に宿泊していきたいと思います。でまず皆さん Airbnb って知ってますか？普通旅行中に泊まるときってホテルを予約すると思うんですけども、 Airbnb っていうのが一般の方が作った宿に泊まることができるんですよね。で普通のホテルと違ってこうデザインが面白かったりとか安かったり、そういったところが見どころとなっております。ウブドといえば自然がたくさんあったり、お店や雑貨屋さん、カフェとか可愛いものがたくさんある繁華街だったり、こう2極に分かれてると思うんですね。なので今回はウブドの市内ガヤガヤ面白いところがいっぱいある場所と自然を楽しめる場所、この2つを Airbnb でご紹介していこうと思います。いやいつものホテル動画とはねまたガラッと違うと思うので、ぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。はい、では入り口こちらになります。周りどんな感じかと言いますと、めっちゃバリの方の民家です。普通に家、多分ね家の敷地内の奥に作ったんじゃないかなと思います。では早速行ってみましょう。じゃじゃーん、こんな感じです。ちょっとね宿泊客の方がいらっしゃって、あんまり大きい声でじゃじゃーんとか言うと恥ずかしいとは言えないんですけど、ちょっと中紹介していきますね。まず出迎えてくれるのがこちらのプールです。すごい深めで長めなプール、いいんじゃないでしょうか。でこっちに行くと足元だけプールに浸かれるような感じになってます。でここがロビー的な感じですね。今チェックインしてる人とお仕事してる方がいらっしゃいます。で個人的にねおすすめポイント、2階に上がれるんですよ。しかもスロープ見てください。じゃじゃん、こんな感じでね席があるんですよ。でここでは朝ごはん食べたりとかゆったりくつろぐようなスペースになってます。こっちなんだろう、お花がかわいい。多分こっちも民家かな。え、見てください、この天井。ウブドといえばバンブーハウスとか言って、こういう竹でできた建物宿って人気なんですよ。でこことかすごい落ちないようにしないとね。で今回2つのお宿を Airbnb、 まあ Airbnb って言うんですけど、それで押さえてるんですけど、案件じゃないですよ。でどちらも6000円台で泊まれるんですよね。この価格でこういう面白いところに泊まれるのはね、なかなかないと思います。ここのカウンターもいい感じですよね。でこんな感じで1階2階3階に分かれてるんですね。で一番人気なのが多分2階、なぜかというと、お見えます、これねハンモックなんですよ、2階のお部屋って。でやっぱりねフリーブックで全部埋まっちゃってました。上の階はカウンターみたいな机がありますね。で私は1階のお部屋になっております。でも1階は1階で可愛い、部屋から出て3歩でプールに飛び込める。こっから2階に行くのね。1階の方が楽だな、これは。いやワクワクする、ちょっと洞窟ホテル的な、うわいいですね、ワクワクする。はい、ではお部屋紹介していきます。すごいお部屋ですよ。せーの、じゃーじゃーん。ロフト付きです。で待って、しかもロフトだけじゃなくて見てください、ここなんとハンモックついてるんですよ。もう天才が作った人、ちょっと贅沢な一人暮らし感ありますよね。ちゃんとこういうデスクも大きいし、椅子ふわふわやし、ちゃんと充電するとこもある。でこっち収納スペースもたくさんあるので、ちょっと長期滞在とかでも良さげですね。でここにはこれ2リットルかな、大きいキンキンに冷えたお水が2本と、これもすごい、ジャスミンティーが3袋とネスカフェのコーヒー3袋、あとクリームは4袋。ちょっと多めに入ってます。ティッシュもあるし、ちょっといい匂いするんですよね。テレビもあるし、Wi-Fi も1部屋に1個ついてますね。で、ケトルもついてる。でソファーもいい感じ。
ちょっと座ってみよう。あ、合格。いいですね、この眺め。上にハンモック。あ、すごい。ロフトの下もちょっとバリっぽくなってる。洋服をかけるこの木のやつとかハンガーもあるし、鏡もあります。冷蔵庫もめっちゃでかいんよ、これ嬉しいな。で、ここ荷物置き場もあるし、面白いのがですね、電気がこう色を変えれるんですよ。これ白、これオレンジみたいな。このね、あのちょっとした心遣いも嬉しいです。私オレンジにしようかな。はい、では水回り、こちらじゃじゃーん、コンクリートでできてますが、ここポイント高いですよ。浴槽あるんですよ。めっちゃでもコンクリートでできてる。すぐ冷えそう、お湯で。ボディウォッシュとシャンプーはあるけど、コンディショナーはありません。シャワーね、漆黒でかっこいい。ちょっと水圧見てみましょうか。お、あ、幅広太め、いい感じ。ここを回すのかな。おうおうおう、へえ。エアビーヌビアも安いからなと思ってたけど、全然いいですね。うん、水圧もバッチリ、ベリベリグッドです。ここにね、タオルとかもかけれる。ヘッジウォシュレットは手動のやつがあるのと、あとアメニティは歯ブラシがあります。なんかちゃんとくるんでくれてる、優しい。お水、うわ待って、水圧強すぎてこっちまで飛んできてるんだけど、あの、うん、ベリベリベリグッドです、ありがとう。ではこの上の階にも行ってみましょうか。階段がちょっと独特なんやな、これ靴脱がなあかんのかな。でベッドなんでちょっと脱いでいきますか。よいしょ、はい。おー待ってめっちゃ狭く感じる、怖い怖い怖い。でね、スタッフさんがさっき頭上ぶつけないでねって言ってたから気をつける。おお、めっちゃいい感じ。せーの、じゃじゃーん、可愛くないですか。あ、確かにこれこれか。お、待って見えます、クッションになってる、優しい。だからちょっと色違うんか、ここだけ。じゃあちょっと柔らかさを確認してみましょう。ほっいやいい感じです。ちゃんとね、両端にコンセントとライトもあります。こうやってね、自分で調節もできる、あのチンアナゴライト。へえ、横には収納スペースもありますよ。もうすごい、ね、嬉しい。あの痒いところに手届きまくってる感じで、これですよね。あのこういうタイプのハンモック乗ったことないかも。大丈夫？こんな細いけど、いける？え、ちょっと待って、怖いの見つけた。ここ一回切れて結び直してる大丈夫かいな。ではちょっとファーストタッチは軽めに。あ、あー怖い、どこまでも沈んでいく。よし、ミシミシ言ってるけど、いけるかなこれ。ふぅー怖い怖い。あ、けど いけるかもしれん。おお、あ、でもここまで来たら大丈夫でしょう。あ、すごいすごい、見て、夢のハンモック、すごい。まあ、揺れたりはしないけど、なんて言うんでしょう、自分の体に床がフィットしてくれてる感じ。あ、こりゃいいな。私の目線はこんな感じです。若干ね、下のプールとかも見えます。ねえ、面白くないですか、エアビーって。もうこういう楽しさがあるからやめらんないんですよね。で、特にバリのエアビは可愛いとことかおしゃれなとこがね、多い気がするんですよ、他の国に比べると。なおかつ安いなので、まあ、この動画を機に皆さんもこうホテルとかビラとか以外にも選択肢があるんだって、あの思ってもらえたら嬉しいです。さあ、夜になったので晩御飯を探しに行ってみましょう。
もうだいぶ暗くなりましたね。お、ライトアップがいい感じ。あ、こっちも綺麗。いや、いいですね。風情がある。私の旅行中の趣味はですね、泊まってるホテルの近くのカフェとかレストランを探すことなんですよ。で、案の定、このウブドのもうわちゃわちゃ鳴ってる場所にホテルがあるので、あのレストランって調べたらもうブワー出てきて全く決めれなかったので、もう見ながら決めようと思います。で、ここですね、出ると右にも左にもお店いっぱいあるんですよ。あ、左に行こう。こっちのがいっぱいありそう。ここのグリーク料理はね、口コミ1000件以上あるけど 4.4 星4後半やったからめちゃくちゃ美味しいと思うけど、私が食べたいのはギリシャ料理じゃない。あ、マッサージ屋さんもありますよ。あ、ここもね、めちゃくちゃおしゃれだったんですよ。メルリンズっていうのかな、お花散りばめられてるけど、ここはねちょっとお高めな感じ。めっちゃ綺麗、なんかいいね、デートとかに向いてそう。あ、やっぱり見てください、ウブドのガヤガヤしたとこなのに全然人いないわ。あ、ちょっとレートがいいぞ。今日本円は111円50銭。最初バリ島に来た時にチャングーっていう地域にいたんですね。その時はレート良くても111円止まりだったんですけど、ウブドの方が若干いい気がする。日によって違う。112円もある、あそこのお土産屋さん。けど超絶個人店やから、あのぼったくられないようにというか、ちゃんと枚数数えてね、紙幣の。たまに違うから。あ、ここいいんじゃない、ワルンバンブ、ワルン大好き。ちょっと行くね。で、しかもめっちゃ安い、ナシゴレン、ミーゴレン、テンペマンダン、マンドアンがね、130円ぐらいかな。ここちょっと行ってみます。中もおしゃれな感じ。この椅子かわいいな。あ、待って、メニューもらおう。よいしょ。いや、ワクワクしますね。どんなメニューがあるのかな。で、メニューはこんな感じ。あ、お肉を焼いたやつとか、てかめっちゃ安いんだよな。200-300円ぐらい。で、これ空心菜炒めみたいなやつ見てください、180円以下、やばいな。で、ミーゴレンとナシゴレン135円ぐらい、ミーゴレンもナシゴレンも。で、こうエッグとかチキンとかを足していくと少しずつ値段が上がっていくような感じで、ちょっとしたフライドバナナとか、そういうフレンチフライポテトとかね、そういうのもあります。めちゃくちゃ安くない？ちょっと感動しちゃったわ。コーヒーとかココナッツもある。ココナッツは180円ぐらい。いやー、いいですね。久しぶりに物価が安い国に来て、私はテンションが上がっておりますよ。 Do you have ミゴレン？ミゴレン、yes. This is ミゴレン。あー、あ、with egg、chicken and あー、どうしようかな。 With chicken? Yes. うん。Do you want? Yes. Yes. How about iced tea? Yes, we have. Okay. How long are you staying here?Yeah, I stay here in 3 months. 3 months. That's nice. In Ubud. Have you been to Kuta, Suminyak, Canggu? No. No? Only Ubud. Why? But I go to Canggu mm-hmm. 2 days. Just 2 days. In 3 months. Oh my gosh. Yeah, I like you too. Good.Yeah, but I'm staying 4 days here. Ah, you stay 4 days. 4 days here. Where stay before? Ah, Canggu. Canggu. Yes. You like? I like Canggu. Ice tea がやってきた。いただきます。うん。やってもうた。めちゃくちゃ甘いわ。皆さんが想像してる甘いティーの25倍ぐらい甘い。やってきました。美味しそう。チキンミーゴレンです。ではいただきます。嬉しいな。では、めっちゃ美味しいんだけど。わ、味が濃いめ。白ご飯と一緒に食べたい。ミーゴレンも今まで結構食べてきたけど、これかなり上位です。
やばい、あと20分でライブ配信が始まっちゃうから急いで食べます。今日泊まってるとこ連泊するんなら毎日来るかもしれんぐらい美味しかった。では、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。お値段なんとなんと280円でした。やっぱめっちゃ安いね。もうこれだからバリはね楽しいんですよ。安いな。でちょっとあのコンビニがあったので一緒に見に行ってみようかな。えいや、配信中に飲む何かが欲しいなと思って。何しよう。結構日本おなじみのポカリとかオロナミン C 的なレモンシーセンみたいなやつとかいろいろ売ってます。ココナッツジュースにしました。の大きいココナッツジュースは150円ぐらいかな。続いて帰ります。あ、皆さんこんばんは。お久しぶりです。元気ですか？今日はですね、ちょっと机があれですか。あの春デイリー久しぶりのライブ配信をしようと思います。よいしょ。はい。せーの。じゃじゃん。おー、すごくないこれ。では、いただきます。美味しいぞ、ちゃんと。はい、チーズ。よし、すごいね。あ、はい、シャワーを浴びて編集をしております。ただいまの時間は2時18分なり。もう実は明日公開予定の動画があるので、それを今日中に仕上げなくちゃいけない。何かと編集は時間がかかります。1本10時間ぐらいかな。でも頑張って撮った動画なんで、編集も手を抜かず頑張ってやっていこうと思います。今夜も頑張る。皆さんおはようございます。今ね、朝の8時43分になりました。終わってないよ。でもぶっ通しで編集してたわけではなくって、ちょっと仮眠したりもしたんですよ。もともと昨日公開する予定の動画やったのが今日もあげれんってなるとちょっとだいぶやばい。でもあの眠たくても頭働かないんで、ちょっとまた仮眠してきます。そう、私仮眠した時にですね、すべてのあの枕と布団をこっちに持ってきました。これやってみたかったんですよ。このハンモックの上にお布団引いて寝るの。よいしょ。ギシギシは言うけど、めちゃくちゃ気持ちいい。おやすみなさい。頭ぶつけないように。でもね、ちょっと当たったけど全然痛くなかった。よいしょ。伝わります、この狭さ。ちょっと怖いんだよな。はい、お腹すいた。さあ引き続き頑張るぞ。よいしょ。ちなみに外はねこんな感じです。朝も気持ちいいですね。
では朝ごはん食べに行ってきます。では朝ごはんやってきました。いただきます。まずはコーヒーから。美味しい。少人数だと静かでいいですよね。車の音とかバイクの音も全然聞こえないし、すごい快適。オムレツ、うん、美味しい。玉ねぎとネギとトマトとほうれん草が入ってる。うん、しっかりめ。朝食の種類は7種類あって、ミーゴレン、ナシゴレンとかオムレツとか、あとパンケーキ、食パンのとプラスベジタブルセットとか目玉焼き、スクランブルエッグから選んで、あとこのオムレツですね。でフルーツがスイカ、パイナップル、パパイヤのどれか一つで、ドリンクがコーヒー、ティー、水のどれかっていうような感じです。今日はもう一切観光はせずに、編集メインで、まあ、電波が強そうなカフェに入って、ちょっとね、早めに編集を終わらせようと思います。着きました。ではごちそうさまです。せっかくここにいるので、このプールに足つけながら編集しようと思います。コンビニで買ったミルクみたいなやつ。冷たくて気持ち、結構冷たいな。これは涼しいですね。あ、スタッフさんがね、クッション用意してくれてた。よいしょ。あ、こりゃ仕事はかどるわ。では早速飲んでみようと思います。これ何なんだろうな。ベアーブランドミルクって書いてるんだよな。では乾杯。ミルキーを牛乳に溶かしたみたいな感じがします。甘くってちょっとコクがある感じ。ちなみにここの回線は 30Mbps ぐらい、まあ、普通に使おうと思ったら全然快適なんですけど、重たい動画とかを扱うとやっぱちょっと、もうちょっと倍欲しいかなって感じはする。ということでちょっと作業してきます。はい、では2時間ぐらい経ちました。ここの家の人たちが一緒にタバコ吸って、お、すごい濃い板も知らなかった。うお、乗り出してきてる。色めっちゃ綺麗ですね。なんかあげたいけどごめん、なんもないや。で、2時間ほどですね、編集をしてたんですけども、やっぱ動画がちょっと重くって、うまくウェブ上に、うまく YouTube に上がらないので、ウブドで Wi-Fi が強そうなカフェを探す旅に出ようと思います。日本語の記事がちょっとね乏しくって、英語の記事を探してたんですよ。なんかトップストロング Wi-Fi カフェインテンインウブドみたいな、なんかそういう記事を読んでたら、ここってモンキーフォレストの裏あたりにあるんですね。で、ここから徒歩4分圏内ぐらいに2カ所 Wi-Fi が強いところがあって、その一つがキャットカフェ、もう一つがなんかオニオンなんちゃろカフェっていうところらしいので、ちょっと猫ちゃんがいたら多分私作業しなくなっちゃうんで、オニオンなんちゃろカフェに行ってみようと思います。あ、昨日食べたご飯屋さん閉まってる。夜だけなのかな。もう人がめっちゃ少ないね。日本人も全然いない。なんか聞いたことない音がすると思ったらポリス、ポリスですね。
ポイ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 っていうらしい。オニオンオニオン、これあこれやこれや、かわいい。なんか不思議な感じですね。あかわいい。すごいよ、見てプールがある。泳いでいいのかな、ドリンク頼んだら。すごい。メニューは西洋系の人が好きそう。グリルだったりボールとかサラダとか朝ごはんメニューとかあります。でね、ドリンクもね安いですよ。アメリカの220だから180円ぐらい。安い。もうココナッツ飲もうかな。あ、18ココナッツ。あ、can I get one ココナッツ。 Yes. Yeah. やってきました。どうしよう、こんな大きいココナッツ初めてや。これで200円ぐらいです。でかいな、私の頭よりでかいぞ。やばくない、この大きさ。初めて見たんだけど、こんな大きいの。あ、しかもストローはね、エコですよ。あの、アルミでできたストローだ。おう、常温のココナッツ。南国の味がするわ。美味しい。あ、でも、ちっちゃいココナッツと比べると味がさっぱりめな気がする。しかも驚くことに、ここ Wi-Fi がめちゃくちゃ速いです。回線的には 30Mbps 以下なんですけど、なんでか、あの、動画が爆速で遅れた。なので、こう、オンラインミーティングがあるとか、重たい動画を送りたいって時には、このカフェ来たら大丈夫だと思います。いいとこ見つけた。では、作業頑張ります。はい、では一段落したので今から次のホテルに向かおうと思います。いや本当に良かった、このカフェ。爆速 Wi-Fi。 はい、というわけで今回の動画いかがでしたか。旅行中、まあ、皆さんホテルに普段泊まられると思うんですが、たまにはこんな感じでいつもの宿とは違う雰囲気を Airbnb で楽しんでみてはいかがでしょうか。本当ね、こんなウードのど真ん中にあるのに6000円台で泊まれて朝食付きで、もうお部屋も可愛いし、ハンモックあるしプールもあるし、泳がんかったけど、おすーご歩道走ってた。今回の動画面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録、そして横の通知ボタンもよろしくお願いします。では次回の動画もエアビで予約をしているんですが、まあ、同じウブドでもまた全くこう景色が違うライスフィールドが広がっているところに押さえています。しかも自分のお部屋とかじゃなくて一棟まるまる借りてるんですよ。なのでもうそこも6000台で借りてるんですが、どんな感じのお宿なのか次回も楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。